皆さんこんにちは。星空写真家タイムラプスクリエイターの成沢博之です。今日アカデミー X っていうセミナーがオンラインセミナーがあったので、その後なんですけど、X シャツを着て今日はお送りしたいと思います。この富士フィルムさんの 18mmF1.4、 前回の動画ではこれ星空にすごく向いてるレンズっていう話だったので、星空写真家を名乗っております、私が星空適性をお調べしましたということで、すごくいいレンズでした。で、私ね、星よりもどっちかというとこのレンズね、動画で使いたかったんですよ。で、今日は、このレンズ 18mmF1.4 を使った動画レビューということでお送りしたいと思います。それでは行ってみましょう。まず冒頭の動画いかがでしたでしょうか。ちょっと照れくさいですけど作ってみました。XS10 とこの 18mmF1.4 の組み合わせで撮影をしています。で、フィルムシミュレーションはですね、ちょっとなんていうか昭和っていうかね、黄色みを帯びたエモい感じで撮れてるのがクラシックネガ、それ以外のところがエテルナで撮影します。その2つのフィルムシミュレーションを使って撮影をしました。カラーグレーディングは一切しておりません。基本的にはずっと F1.4 で撮影した動画になります。このカニさんのね、バリアブル ND フィルター、これめっちゃ気に入ってるんですけど、この2から400のバリアブル ND フィルターをですね、こういう風につけて、これくるくる回してですね、明るさを調整してたっていう感じですね。ちょっとブレの少ない横に動いたり、こう前後に動いていったりするシーンでは、こちらのですね、モザミニ P っていうジンバルを使いました。今これ XS10 にこう動画用のケージがついてますけど、これ外して、こっちに載せました。モザミニ P だとちょっと長いみたいですね。このレンズがちょっと長いみたいで、バランスはギリギリ取れるんですけど、なんかちょっときつそうでした。本当はもっと短いレンズだと合うんでしょうね。それである程度ジンバルで撮影ができたらですね、今度は手持ちで持ってこう撮影したっていう感じですね。でブレスはオンにしてるんですけど、こういう止まった状態ならいいんですけど、やっぱ動くとね、ブレてしまいますが、その手ブレが多い場面は、手持ちで撮っているっていうことですね。なんかブレない映像だけじゃなくて、ブレてる映像も入れた方がね、結構面白いと思うので、両方使うようにしています。動画の話をするとそんな感じですかね。で、ここからはこのレンズのレビューというところで実際使った感想をお伝えしたいと思うんですけども、画質はピカイチですよね。びっくりしちゃった。すごいいいですよ。星撮った時もすごかったですけど、こうやってね、自撮りする場面とかあったんですよ。こうやって自撮りするところがあったんですけど、なんかね、あまりにも画質が良くて、あれ俺こんなによく映ったっけって、ちょっとね、錯覚するような感じの映りでした。で、このボケ方がやっぱ F1.4 なんで、すごくボケますし、そこから後ろのこのアウトフォーカスっていうんですかね、っていうのがものすごくなだらかで綺麗な感じでした。コントラストは結構強めですね。はっきりくっきり映る感じで、やっぱり高画素化しても、使えるレンズを開発したっていうことで、かなりシャープに撮れます。なので、柔らかく表現したいときは、ブラックミストとかね、そういうソフト系のフィルターを使って、ちょっとにじませるっていうのが効果的だと思いますね。で、フレアとかゴーストも少なかったですし、AF の駆動もすごく静かです。オートフォーカスがうるさいと、ここにマイクつけてたりしたときにね、その AF の駆動音が拾ったりして、ブブブブブブって動いて拾ったりするんですけど、オートフォーカスはすっごい静かで、全く音がしないです。前回の星空編でもご紹介しましたけどね、後継色がね、ほとんどないんですよ。だから、この辺の、動画のこの部分のボケからこの隅っこのボケまで結構均等にボケるというか、綺麗に、同じようなボケの形が変わらないっていうんですかね。ここまでその後継色が少なくて、シャープに撮れて F1.4 であれば夜も使えるかなと思って、友達とキャンプ行った時とか、あと私は撮影のワークショップやったんですけども、そのワークショップの風景っていうんですかね、そういうのも夜撮ってみたんですけども、結構映ったんですよね。だからね、夜景の撮影とかでも余裕でいける感じだし、
まあ、普通は絞りたいところを開放でいけるっていうことで、かなりこう撮影の幅が広がるレンズだと思いました。35mm 換算で 28mm っていう画角がですね、オンラインミーティングに最適なんですよ。で、私の仕事ってもう本当に全部オンラインなんですよね。打ち合わせもオンライン、動画も写真もテキストも全部オンラインで納品です。で、その中でですね、オンラインミーティングでミーティングルームに入ってきたこう打ち合わせをする得意先の方とかね、がね、やっぱり食いつくんですよ。成田さん、それ何で撮ってるんですかってびっくりするんですよね。雑談もちょっとね花が咲くし、やっぱり YouTube とか写真家やってる人って絵作りこだわってるんですよねみたいな感じで、動画も綺麗ですしねみたいな感じで、ちょっとね相乗効果で自分の評価が上がったりするんですよね。だからオンラインミーティングは、外さず高画質なレンズで、配信をしたいなって思ってるんですけど、実際私みたいにですね、仕事自体がまあオンライン化多少している方って多いと思うので、まあ、そういう方の参考になるようにですね、ミーティングをやっている風景っていうのを再現してみようと思います。はい、どうでしょう。私のライブ配信&ズームミーティングの時の、構図になりました。まあ、こんな感じでミーティングを行っているんですね。で、私とカメラの距離感っていうのがこういう感じです。はい、ちょうどこう見てパソコン画面も見れて、カメラとの距離感はまあこんな感じっていうことですね。ミーティングの時はですね、やっぱりその画面のこの右側のところに、そのお話ししてる人の顔を持ってって、それを見ながらこうやって喋るじゃないですか。ただ視線がねそんなにずれないように気をつけているんですよ。で、そうすることでやっぱりその人に対して話しかけてるような感じになるんで、いや、この、なんていうかね、この角度的なものとか、この距離感とか、まあ、これをですね、考慮すると、APS-C サイズで 18mm、35mm 換算で 27mm っていう画角が、まあ、最適だったなという感じなんですね。で、なおかつですね、後ろがね、いろいろあるじゃないですか。汚いんですよ、いろいろあって。で、後ろを、こう、映らないようにするには、やっぱボケてほしいので、F 値が明るいのが欲しかった。やっぱ F1.4 になるとだいぶボケた感じが違うんですよね。このレンズのこの画質の良さも手伝ってですね、すんごい綺麗に見えるんですよ。はい、だからまあこういうオンラインミーティングをこうやって高画質で配信するだけでもだいぶですね、相手、話し相手の印象とか自分に対する評価とかがまあ変わってくるんでね、オンラインミーティングがちょっと最近増えてきたなっていう人は、こういう一眼カメラで明るいレンズで配信するっていうのをぜひやってみるといいと思います。まあ、そんな中でこの 18mm の F1.4 はちょうどいい画角でちょうどいいボケ味で、しかも画質が良くて、冒頭の動画でもあった通り普段使いもできるっていうことですね。すっげえいいレンズ作ったな富士フィルムって本当思いました。なんかね、こうまあ自分の用途に合ってるからっていうのもあるんですけど、星でも使えて動画でも使えてってなると、まあ、これ結構いい値段するって印象じゃないですか。10万以上するので、なんかね安く感じてきちゃった。うん、この用途でこれだけ画質が良くてね、いろいろできるんだったら、まあ、まだ安いなこのレンズって思っちゃいましたね。それでは今日はここまでになります。また次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ、したっけねー。